内定チャンネルでは動画100本の配信を記念いたしまして、なんと初の豪華プレゼント企画を実施いたします。総額は100万円です。なんと Amazon ギフト券1万円分を100名様分に贈呈しちゃいます。応募方法はミーツカンパニー公式ツイッターよりご確認ください。引き続き内定チャンネルでは就活生の皆様の役に立てるような内定の秘訣、就活のノウハウといったものをまとめた動画を配信していきます。この機会にぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。備考欄に公式ツイッターも掲載しておりますので、ぜひご応募ください。お待ちしてます。お待ちしてます。DMM 人事部熊谷です。伊藤夏樹です。カノです。はい、そして今回もゲストは田口さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は、はい、面接でよく聞かれること、見られていることというテーマで、ちなみになんか素朴な疑問なんですけど、今まで何人ぐらい面接したんですか？人事当時はね、年間5000人ぐらいに多分面接したりとか面談してると思うので、5000人、まあ、トータルで5、6万ぐらいだったんじゃないですか。やっぱ20人ぐらい毎日こう見るような、まあ、でもそれは1対1だったら大体20人ぐらいは最低でも見てますし、うんうん、だってまあ集団面接っぽいのだと、ね、まあ、60人とか普通に当たり前のように1日見ますよね、うん、それはもう豊富なデータベースと、ね、例えばエントリーシート1個でも1日で500枚ぐらい全部見ますね、うん、とか見てたんで、なるほど、多分マシンより早く見れる自信が未だにまだあるっていうね僕で多分2万人いくかいかないかぐらいだと思います。2万人、はい、半端ないですね。もう占い師の世界になっちゃうんですねこれから出てくるお言葉は非常に正確なものだと思うので、はい、じゃあ改めまして、面接でまあよく聞かれること、見られていることと、まあ、学生目線でどういうところを聞かれて、どういうところを見られてるのかっていうのをちょっと教えてください。一番多分皆さんが気になる、その見られてるのかってところを見ると、うん、印象みたいな採用とか外見の採用って存在してると思ってるんですよ、うん、別に僕は全部それで決めてるわけじゃないですけども、でもやっぱり人っていうのは、まあ、皆さんがもし逆の面接官になった時にどうやって見るのかと同じで、まあ、やっぱりこう印象トータルで見るはずですね。だから別にこの人がかっこいいかとか美人かっていうのは別に見てないと思う。じゃあ個人的に見てるかもしれないですけどみんな見てるかもしれないけど、面接官という立場だとそんなことは気になってなくて、この人がどういう人かというを感じるために印象というのはまず一番大切で、それはほとんど見た目だってことなんですよね。でその見た目っていうのは別に写真みたいなものよりは動画なので、ね、その人がこう動いて座って立ってとか挨拶してとか、ね、会話してっていうこのアクションっていうこの動いてる姿を全部を見てるので、姿勢一つ、瞬き一つ、目線一つを全部見てますよと。でそれからそのじゃあ印象という意味では、その人の服装とか立ち姿とか座り姿とか、まあうなずきとかそういうアクションしてること全部を見てるので、トータルのバランスとして自分の自己プロデュースちゃんとできてる人かな、こんな印象かなみたいなのは必ず見てるって思いますね。なんでさっき言った個人で見るそのかっこいい、ね、かわいいみたいな個人的基準ではなくて、会社の人としてこの印象とかトータルバランスはいいのかというふうに見るんですよね。そうするとまあこの人のその動画みたいなものが会社の中でも同じようにこう姿を見てるっていうふうになると、本当にその人がこうスキャンされて、まあうちにそうかなみたいな感覚でちゃんと一個ずつのパーツを見てってるって感覚に近いと思うんですよね。だからまあそもそもそのバランスがアンバランスだったりすると、この人はどういう人なんだってハテナが来たりとか、そのアンバランスさのどっち側の人なのかが分かんないので、やっぱり面接なので細かく確認しなきゃいけないことが出てくるので、うん、できれば本当はその人を、ね、パッと、ね、見えた印象でその人のこう人柄と印象が一致してると、ああやっぱり大丈夫だって、印象通りの人だって思うと、まあ、安心するので、まあ、その辺のこう細かいチェックをしなくても次のもう具体的な質問の方に入れるっていうのはかなりあるかなと思いますけどね、うん、なるほどね。どうですか？そうですね、まあ、見ているっていうところでいくと、まあ、細かい質問の内容だったりの憶測は置いておいて、確かに田口さんおっしゃったように、まあ、ある意味なんかその印象ですよね。でそれこそ例えばサイバーエージェントさんも、サイバーエージェントの社員さんって皆さんサイバーエージェントっぽいじゃないですか。なんか この会社っぽいってやっぱり結構あると思ってて、で逆にそれがある会社すごく強いと思うんですけど、そもそもじゃあこの人うちっぽいかなみたいなとこ結構印象としては見ますね。でプラスアルファ、その今田口さんおっしゃった通り の, その最初の印象と、あとその話し方ですとか喋っている内容とかで、
本当に多分最初の 2,3 分で、あこの子投資だなとか、この子ちょっと残念ながらっていうところが面接30分とか終わった後にひっくり返っていることはほぼないですね。8割方は最初の印象通りの結果に大体なります。もちろんずれないようにその間でしっかり聞いていくんですけど、なので雰囲気、立ち居振る舞いみたいなところかなり見ます、はい。あとはカラー以外のところで見極めなきゃいけない部分でどこを見てるかというと、まあ、本当か嘘かってところですね、やっぱりお話の内容が、まあ、当然ながらそのオーバートークだったりちょっとまあよく見せようと思ったりっていうのは全員がやられてると思うんですけど、本当なのか嘘なのかとか、どこまでが本当なのかっていうのをしっかり見なきゃいけないのが我々の仕事なので、その上で気をつけていることだったりとか、こういうところ特にっていうところでいくと、あんまりこう未来どうなりたいのみたいな話はその見極めの時はそんなに聞かないようにしていて、やっぱ作れるんですね、この先こうなりたいとかっていう話は。ただ何をやってきましたかっていうところに関しては、作りだったら掘り下げて質問していくと矛盾が生じたりとかしてすぐ分かるので、過去のことについて掘り下げてこう具体的にいろんなことを聞くようにしているので、本当に自分をこういうふうにっていうふうに伝えたい場合はしっかりこう過去のことを、まあ、あらかじめ整理して、この時はこういう考えでこういうことをやってきましたっていうことが聞けるように我々は努力をしているので、そこを認識した上で、まあ、面接に臨んでいただくといいんじゃないかなと思いますね。なるほど、はい、学生の参考になったんじゃないかなと思います。じゃあ本日はここら辺でありがとうございました。ありがとうございました。